香川県と県から委託を受けた高松市の三光病院が開いたもので、保護者や学校関係者らおよそ80人が参加しました。講師を務めたスクールカウンセラーの山下照美さんは、子どものネットやゲームの長時間利用という目に見える問題ではなく、背景にある家族や学校生活などの問題に目を向けることが必要だと話しました。本当の問題はどうして長時間ネットやゲームをするような状態になったのかということであり、あの子がネットゲームをやめてくれたらいいのに、あの子が学校にさえ行ってくれたらいいのに、決してあの子、つまり子どもの責任にしていても解決することにはつながりません。ネットやゲーム依存と重なるケースが多い引きこもりの家族支援を研究する宮崎大学の坂井元博教授は、家族が自分自身を否定しないことが子どもへの温かい関わり方の土台になると訴えました。子どもにとって口うるさい存在になってしまうっていうのが難しいところで、口うるさい存在の人が言われるから嫌ってなってしまうんですね。家族も気持ちを楽にして、その気持ちを楽にした家族が本人を楽にするっていう、そういういいサイクルができるといいなと思っているんですね。香川県のいわゆるゲーム条例では、ネットやゲームの過剰な使用が学力低下や引きこもりを引き起こすとしています。坂井教授は、引きこもりへの偏見によって孤立が生まれる、ゲームは引きこもりからの脱却に必要な元気回復行動にもなると指摘しました。